さあ始まりました第1回トランプ麻雀選手権。実況は私もなか王国と解説ハムサブローさんに来ていただいております。ハムサブローさん、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ何番に入ります？親番は N 選手、ラス親ですね。現在は R 選手がトップとなっておりますね。現在2番手の N 選手がこのラス親を、そうですね、優位な展開まで持っていきたいところですけどね。さあドラは10となりました。 R 選手まあ一応いいシャンテンですよね。そうですね。おっとドラを切ってのダブルリーチ。このトランプ麻雀ではダブルリーチは珍しくありませんから。そうですね、頻発しておりますね。入りますね。おっと、これはスードイツじゃないですか。しかしここはリーチを取らず、まあ、トップなんで無理はしたくないというところなんでしょうかね。おっと J 選手追っかけのフォームですかね。さあ安牌を切って、さて追っかけリーチ。お、ここでかけましたが、相撲かっこいい上がり方です、ダブルリーチ相撲安い。ドラはなしですね。あ、薬杯を積もりましたね。あ、なるほどなるほどなるほど。親なので6000オール。これはでかいですね。でかいですね。安いと思ったんですけど、12はそうですね、薬杯でした。満貫で。さあ連チャンです。あ、ちょうど並んだんですね今。これで勝負が分からなくなってきましたね。そうですね。R 選手のハイパイはバラバラですね、これは。そうですね。ただトランプ麻雀意外と揃うの早いんでなんとかしていきたいところですね。 J 選手はこれはリーチじゃないですか。ダブルリーチですね、これは。早い。おっとダブリー即相撲ですね、これは。あ、しかもこれは単ヤオもついてるっていう。ダブルリーチ一発相撲単ヤオ。あ、ちょっと一役足らずで満貫ですかね、これは。そうですね。2と5のシャボ待ち。これでまた R 選手がトップになった形ですかね。そうですね。さあもう完全に試合は分からないような形になってきましたね。さあ何人局に入りました。J 選手もね、まだ親番が、そうですね、まだまだ全然ありますね。わかりませんね。 R 選手が染めっぽい。あ、でもそうでもないですかね。ちょっとこれはまずいような手配だと思いますよ。おっとここでスートイツ。ああ、キングを切らずのスートイツの形で、ええ、あれですね、鎮逸が作れますね。あ、それはすごいですね。しかし、N 選手のダブルリーチが入ってます。あ、これで待ちがさらに、あー、早いですね。早いですね。これまたダブリー即相撲じゃないですか流行ってますね、ダブリー即相撲裏市。これも5役で漫画ですね。はい、これちょっと J 選手厳しくなってきましたね。そうですね、もはやトップ争いですかね。 N 選手とR 選手のトップ争い、しっかり切っていきます。さあオーラスです。ドラはキングということで、これは上がった方が勝ちっていう感じになってくるんですかね。そうですね。 J 選手がバラバラですね。 R 選手、これはちょっと厳しいですね。 J 選手は何ですか、ハネマンクラスを N 選手から上がればシャーバに突入できるかもしれないですねあ、4万点が なかったらしい。あ、ダブルリーチ入ってますね。 R 選手から出た時がちょっと怖いですね。R 選手地道に手を広げていきますね。6を引きたいところです。これは選手がリーチかではない。ちょっと危険杯ですか。危険杯ですね。危険杯を通してきました。今回はだいぶそうですね、長期戦でこれラストですかね。まさかの龍局となるんでしょうか。R選手は天敗は取れませんでした。龍局ですね。おっと、染まっている形ですか、これは。そうですね、鎮日七町。わあ、でもこれは結構なかなか珍しい。そうですね、ジョーカーを入れたら3枚あるんで、町が。じゃあ分は悪くはない感じですね。そうですね、いや惜しかったということで、さあ初めてここで龍局が出ました。そうですね、なんだかんだ言って6巡っていう速さなんですけど出なかったですからね。トランプマージャンは展開が速くていいかもしれませんね。さて R 選手の手札はどうだ。といったところ、いやトランプマージャンでこの手配はおそらくダメですね。いやしかしこれでいいシャンテンですけど、しかしダブルリーチが基本なのでさあ N 選手はダブルリーチしっかり王手をかけてきました。おっと、テンパイですね。いやーしかし町が勝負しに行きましたね。そうですね、今4を切ったらチャンタっぽく見えるんですけど、トランプマージャンは10が8敗なので、789はなるほどダメなんですね。チャンタにならないんですよね。 R 選手しっかり見えてますね。10の存在。さあこれは上がった方が勝ちなんじゃ。積もりました。歓喜のツモが。これはこれは伝説のギャンアンコですね。そうですね、ギャンアンコですね。これはこれ32,000点ももらえるんですか。これは逆満が出ました。いやトランプマージャンですか。初ですね。初ですね。そうですね、N 選手はチーフをちょっと逃してたんですけど、ギャンアンコをここで上がってきました。いいところで、はい、これが最終結果です。いやー素晴らしい展開でしたね。そうですね、 N 選手ダントツの最後に役満を上がりました。いやー、ね、最初に逃しても最後に上がっちゃうっていう、トランプマージャンオリジナルの役満を最後に上がってきました。それではトランプマージャンここまでです。ありがとうございました。